はい、用意スタート。ワインに合う料理 RTA 始まるよ。今日はワインに合う料理を作っていくやで。まず材料はこちら。以前いただいたこちらのサンデマンとかいうワインを美味しく飲める料理を作りましょう。ワインといえばチーズとかマスタードってイメージが強いから、今回はマスタードを使った料理を作ってみるやで。じゃまずは鶏もも肉を2分の1枚ぐらい使うから半分に切りましょう。もう半分の鶏もも肉は次回の動画で別のマスタード料理として使うやで。マスタード料理2本立てや。じゃ鶏もも肉を一口大に切って、鶏もも肉に下味をつけておきましょう。下味はブラックペッパーとテーブル塩コショウを適量。ブラックペッパーはまあなくても OK やけど、あった方がいろんな料理に使えて便利やで。下味をつけた鶏もも肉を雑に溶けたらフライパンにバターを投入。バターで鶏肉を焼いていくんやけど、鶏肉に小麦粉をまぶすのを忘れないようにしましょう。いっぱい、な感じになったら、鶏肉を皮目の方から焼き色がつくまで焼いていくやで。ここでいつの間にか薄めに切っておいた玉ねぎを投入。じゃ玉ねぎも焼きつつチキンも裏返していきましょう。チキンを3個ほど裏返したところで、このタイミングで謎の材料紹介。情緒不安定かな？ちなみにマスタードはスーパーに売ってるよく見るやすいやつ。コンソメは顆粒タイプを切らしてたから、家に余ってたマギーブイヨンで代用するやで。ほんの少し味足すぐらいのつもりやから、固形タイプの5分の1ぐらい入れたら十分かな。あれ1個入れてまうと致死量煮込みになるから注意や。生クリームは高いねんけど、今回みたいなレシピの場合は、こういう小さい 100ml しか入ってないタイプ買うのがおすすめ。じゃ鶏肉を裏返して両面ちゃんと焼いたら、そこへ牛乳、コンソメ、マスタード、生クリームを投入。で、これを弱火で軽くなじむまで煮込んで、鍋の底についた焦げ目の旨味も吸収させましょう。すっげー白くなってたらこれで完成やから、あとは盛り付けて、いくぞ、でってってててて。すっげー白くなってる。はっきりわかんだね。最後はもうほぼ準レギュラーのイタリアンパセリくんでごまかしたら、ブラックペッパーもかけましょう。こいついつもブラックペッパーかけてんな。完成。鶏もも肉の粒マスタードクリームソース。もううまい。レイ。ほないただきますの前にワイン開けましょう。2個セットのワイングラスもいただいてたんで、せっかくなのでパートナーと一緒にいただくとするやで。んじゃまずは赤ワインから。赤ワインやクオレハ。グラスが水浸しなんですが、それは。使う直前に洗ったからね、仕方ないね。んじゃ白ワインは相方用についどこか。よし、ほんならいただきます。香りがするわ。うん、なるほど。うまい。甘みが強めの白ワインで食前酒にぴったりや。値段もそこそこ安めやのに申し分ないうまさや。んじゃ料理が冷めそうやからいただきましょう。パク。うん、うまい。ここでタイマーストップ。記録は26分52秒でした。味の感想の前に、乾燥した感想ですが、疲れへん。そこそこお手軽に作れるワインに合うつまみって感じやな。マスタードの刺激さを残しつつも、全体的には生クリームや牛乳のおかげでコクがありマイルドな味わいや。赤ワインもええ香りがしとるわ。ごく、うん、こちらもうまい。こっちも甘めなんやけどアルコールはガツンとしとる。生クリームでまったりとした口の中がすっきりとするな。ただ料理に関しては、次回投稿するレシピ、鶏もものハニーマスタード炒めの方がおすすめや。生クリームソース泣いてた。うまいんやけどちょっと人を選ぶ味かもな。お酒自体はほんまにうまかったからおすすめや。今度また調理にも使ってみるやで。ありがとなす。いただき物を紹介させていただきます。ミサさんから、ガバチャが送れなかったので、このみりんで優雅なひとときをとのことで、欲しいものリスト内から栄養値段のする美味しいみりんと、ドワイニングの紅茶をいただきました。これはもうお菓子作りでもするしかないですね。紅茶に合うお菓子のリクエストお待ちしてます。続きまして IMCG コップさんから、
クソデカ高級料理酒をいただきました。料理酒は普段からしょっちゅう使うのでこちらも非常に助かるやで。続きまして、支援を紹介させていただきます。もう可愛い。桜井明さんから支援をいただきました。イラストの練習一緒に楽しく頑張りましょう。という意味を込めて描いてくださったそうです。優しいかよ。あったけえ。やっぱり桜井さんのイラストは、こことか、ここら辺の丸みが可愛いねんな。ちなみに桜井さんは以前こちらのイラストを描いてくださった方ですね。今回のイラストも公開クリップに載せてくださっているので、気が向いたら静画の方にもコメントお待ちしてます。というわけで以上3名の方々、いただき物や支援へ、いつも本当にありがとなす。あ、そうだ。ネットがおそらく今月8日から開通しそうやから、ぼちぼち投稿頻度も上げていくやで。7月2日から、第2回スパイス祭りっていうスパイス料理のお祭り企画をやる予定なんやけど、今回凝った PV を作る余裕がないからそこは勘弁してくれメンス。また今回は、参加してくれた方の中から抽選で1名様に素敵な商品があるとかないとか。まあ、そんな感じでよろしくなす。さ、エンドってね。はい。ごちそうさまでした。でね。